ぬくみ峠岐,岐阜川入り口付近の落ちたら死ぬ。看板下稲郡平山村入線付近長野県道1号との交点国道418号は、福井県大野市を起点とし、長野県飯田市を終点とする一般国道である。福井県大野市の上明神交差点から、岐阜県南部を東西に横断して、長野県南部の飯田市南品の和田で、 国道152号に至る延長2 6 7キロメートルの一気点、大野市から岐阜県本須島で国道157号と重複する。主な通過地は岐阜県本須市、関市、美濃加茂市、江名市であり、国道157号重複区間のぬくみ峠を川切りに、尾波坂峠、平屋峠、うるぎ峠などの峠を越えていく線形をとっている。 岐阜県加茂郡八尾町南戸の岐阜県道353号、篠原八尾津線分起点から、江名市笠木町笠木ダム付近までの基礎川が流れる深沢競争井の道は、黒瀬街道といい、長らく通行不能な区間で、道路は荒れ果てており、国道指定はなされているが事実上の廃道状態となっている。この付近で、事業中の新丸山ダム建設に伴い、将来道路が、 ダム湖によって水没する予定であることから、北岸にバイパス道路の建設が進められており、一部区間は2010年3月に共用を開始した。途中にある新旅足橋は、川の水面まで200メートルという非常に高い場所に橋が架けられている。木曽川に架か,かる竹しな橋起点、福井県大野市から岐阜県元洲島までのぬくみ峠越えの区間は、 国道157号と重複する。福井、岐阜県境のぬくみ峠越え付近は一車線の境愛地、荒い越し、ガードレールがないなどの俗に言うひど道の区間で知られる。同重複区間である、本寿司ネオ農協の陶器閉鎖ゲート付近も境愛路となっており、道路状況に対する注意喚起のため、道端に、落ちたら死ぬ。と書かれた看板が設置されている。 元津市根尾たるみから国道157号より分岐して単独区間となり国道256号まで1.5車線の道路が続く関志見のかもし館は2車線の改装路となり東海環状自動車道へのアクセス道路にもなっている岐阜県八尾津から江那までの基礎川右岸に沿う現道区間の一部は境愛寺、未補送、落石やの利面崩壊が見られ交通の安全確保が 困難な状況にあることから、数年通行止め規制がかけられ、さらに将来はダム湖に沈む計画がされていることから、災害復旧も放棄されて、廃道同然の状況となっており、国道に指定された道路区域でいながら、国内の一般国道の中で最も過酷で難所を極めた国道、最強国道と評されるほど荒れ果てた状態が続いていることが知られている。 原動指定区間の山側に並行して、丸山バイパスの建設が進められており、迂回路となる、岐阜県道353号、402号、412号と、つないで、江名市笠木町、河合の木曽川に架かる竹市並橋で国道418号原動に、連絡する。この普通区間を抱える、原動指定区間で、通行可能なのは、八尾津川からは、 丸山ダム付近から奥に進んだ二間、江那市で重複する国道257号分岐から、岐阜、長野県境の立ちトンネルまでの約 11km 区間は、すれ違い困難なほど福音が狭まるところがある。通る原トンネル伊東の長野県内の区間は、1.5、車線から2車線の道路が続く。岐阜県加茂郡八を津町から、江那市までの約 17.7km は、 本区間を管理する岐阜県鴨土木事務所とエナ土木事務所が通行を禁止している巨大な落石によって災害通行止めになり15年以上が経過するこの区間は丸山ダムのかさ上げ計画である新丸山ダムにより水没する予定のためすでに山側に付け替え道路である丸山バイパスが岐阜県道353号 篠原八王子線に沿って建設されており、ちょうど10日、神楽線交差点、笠木ダム間には、一般車両が侵入できないようにバルケードが、設置されている。ただし、山林、河川の管理道路として利用されているため完全な、通行止めにはされておらず、維持管理は行われている。水没予定区間には他に、岐阜県道五十二号大制水波線の、起点屋五月橋という橋のある、 深沢京がある、トンネル、編集橋梁、編集道の駅、編集路線上に、以下の道の駅が所在する。ABCDEFG2015 年4月1日現在、取り分け立ち現トンネルの西にある立ち渓谷は、上村川が V 字国を形成している区間であり、崖にへばりつく感じで道路が通っているため、かなり道路条件が厳しくなる。鳩山政権成立後、 新丸山ダムの建設は凍結されたが、平成25年7月31日、国土交通省は、当事業を継続とした、秋文社2003、P75、D-7 セクション、深沢教員セット。佐藤健太郎では、国道の王者と表現しており、国道愛好家の間で大変著名な区間であることを伝えている。ABCDE 松並重之2008、 pp.89 佐藤健太郎2014 pp.76 abc 香取茂雄2018 pp.4243 岐阜新聞ウェブ丸山バイパス開通へハット abcdefg 表26一般国道の路線別都道府県別道路現況道路統計年報2016国土交通省道路局 P23、2017年5月5日閲覧。A.B. 渡辺香織朝 2008.P13、A.B.C. 渡辺香織朝 2008.P12、A.B.C. 渡辺香織朝 2008.P10、八尾津町議会代より152号6ページ。ありがとうございます。